株式会社、ケフィア事業振興会は、東京都千代田区に本社を置き、食品などの通信販売事業を営む企業である。ケフィアグループ約40社を統括する。1992年創業。2010年、株式会社、ケフィアガルチャート合併、新社屋、ケフィアビル竣工。2011年8月、ケフィアグループ参加の株式会社、 ケフアクラブがグループを離脱、金銭支払いをめぐって、ケフアクラブを提出した。2011年以降、商品購入者にダイレクトメールを送付して募った借入金が増加。2012年4月末頃から、取引先への支払いが滞り始めた。2013年7月期売上高65億5195万円で、 あったが、オーナー制度申し込みやグループ企業経営指導に伴う入金が急増。2017年7月期には売上高瀬に4億252万円を計上した。2018年6月、オーナー制度利用者への支払い遅延が判明した。2018年9月3日に、東京地方裁判所から関連企業3社とともに破産手続き開始決定を受けた。 申し立て時の再建者数は約33,700人、負債総額は約1,053億円に上る。2018年9月14日にも関連企業12社が東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。同年9月21日には株式会社ケフィアファイナンシャルサービスが株ちゃんの応援が同年10月1日に ケフィアグループ C&L など関連企業3社が同年10月4日に、カブチャンファームとカブチャン新収入業が同年10月11日に、カブチャンインターナショナルが同年10月15日に、カブチャン農園食堂など関連企業3社が11月2日に、カブラキホールディングスが同年12月14日に、東京地方裁判所からそれぞれ、 破産手続き開始決定を受けた。これにより、2018年12月14日、現在、経営破綻したグループ企業は28社となった。代表者であった、株木ラキヒデヤと長男のタケヤも、2018年12月14日に、東京地方裁判所から、破産手続き開始決定を受けた。株木ラキタケヤの長女である、辻秀子も2019年2月13日に、 東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。ケフィアビルも競売にかけられ、2018年12月21日に16億円で売却された。売却後も破産完済人団の事務所として使用されていたが、2019年3月20日に退去して新しい完済人室へ移転した。2019年2月6日、警視庁生活経済課は、 出資法違反容疑で破産犯罪人団立ち会いのもと東京都千代田区の旧本社の家宅捜索を行った。同年2月14日、株木ラキタケヤが東京都中央区の自宅で自殺した。株木ラキタケヤに対する破産手続きは相続財産の破産手続きとして続行する。2019年5月21日、都内で ケフィアグループ28社の第1回債権者集会が開催された。約1000人の債権者が出席。配布資料によれば負債総額は12億7286万円。関在人は本社ビルなど資産処分を進めており、配当はケフィア事業振興会、カブチャン九州、カブチャンメガソーラー、ケベッククラブ、九州クラブ、カブチャン電力、 カブチャンファームなど11社で実施できる見込みが伝えられた。2020年2月18日、警視庁生活経済課は、元代表のカブラキヒデやら人を出資法違反容疑で逮捕し、3月10日には、詐欺容疑でカブらキラ当時の幹部7人を再逮捕した。経営破綻後の幹部に、月数10万から数百万円の給与が支払われていたことが判明している。 破産手続き開始決定を受けた28社と3個人のうち、カブチャン農園食堂など関連会社14社とカブラキタケヤの相続財産は破産費用不足により2020年9月16日に東京地方裁判所から破産手続き廃止決定を受けた。ケフィアヨーグルトの種金の普及、販売を目的に設立。同ヨーグルトのほか、 カブチャン農園などのグループ企業から加工食品を仕入れ、会員制通信販売ウェブサイト、ケフィアカルチャーで販売する。会員数は、交渉220万人。一口5万円のオーナー制度を設けていた。銀行融資を受けず、金銭消費対策契約により、サポーター会員から小売で資金を調達していた。ケフィアグループは、2015年から2017年に、 かけて、シルクトゥソレイユの貸し切り公園に招待する企画を50人から2905人の規模で複数回行った。ケフや事業振興会をはじめとする関連会社の米42社は、保有個人情報を共有管理していた。ありがとうございます。